京都西大路お池なんですが、まためっちゃいい店ができておりました、おぶぶというお店でございますが、居心地のいい感じの和風の作りで、これは女の子とか主婦の方々大好きなんじゃないでしょうか。丼もあるんですが、こういうコースになってまして、お品書きも書いてあるという。で、お茶、おぶぶだけあって、お茶が2種類おすすめのが出てくるんですね。これ食前のお茶でございます。で、夜も一応そんな遅くまではやってないんですが、飲めるようになっているみたいで、お酒の種類もいろいろありましたと。で、これがランチコースで1000円でございます。おかずはいろいろ選べるんですが、僕は万願寺唐辛子の肉詰めを選びまして、それでこの品数ですからすごいですよね。冬瓜のジュレということで、あっさりとね、京風の出汁で、いい感じです。で、これかぼちゃまんじゅうですかね。これも手凝ってますね。ちゃんとすりおろして、やってやるんだと思います。で、万願寺の、メインですね。で、ご飯もね、いい感じの炊き上がりでございました。で、お出汁もですね、なかなか上品な味付けで、本当に京都らしい塩分控えめの、でもちゃんと出汁がある、美味しいものでございました。豆苗とこれは、の炊いたんなんですが、これもうちょっと量欲しかったんですけどね。で、食中のほうじ茶でがやってまいりまして、これはもうちょっとね、せっかくなのでお茶漬けにしようと思いまして、この漬物もなかなか素晴らしく美味しくて、一個一個なんか丁寧にその時々に切り分けられておられました。切り分けていくと、やっぱり乾燥するというか、なので一回一回切った方がやっぱり美味しいというこだわりなんでしょうね。西大路お池の本当に角です。西北角ですね。いや、これはまた、楽しい店が入りました。ちょっと夜またちょっと飲みに行ってみたいですね。で、綺麗な奥さんと旦那さん、旦那さんが奥で料理されてまして、まだお若いかと思われます。いや、これはなかなか、素晴らしいお店でございました。そんなことで、チャンネル登録よろしければこちらでお願いいたします。それではまた明日です。ありがとうございます。